おはようございます。今回は金ちゃんの野菜作り第3弾です。売れる仕組みを作ろうというテーマで動画を作りました。スーパーに行っても野菜売り場に行っても野菜がたくさん並んでいて、なかなか売れないのが現実です。それでは売るための仕組みをこれから作っていきましょう。そのためにはまずはじめに一つ、野菜を売るにはまず戦略を立てよう。要は計画ですね。計画を立てないとただ漠然とやっていってもうまく進まないと思います。2番目、あなたのお客様は誰ですか。自分の作った野菜を買っていただくお客様をよく知らないと、せっかくいいものを作っても売れないという結果になると思います。3番目、あなたのお客様はどこにおられますかと。せっかくいい野菜を作ってもどこで売るかというのが問題になってくると思います。スーパーなのか道の駅なのかレストランなのか、自分の売りたいお客様をおられる場所を見つけましょう。4番目、そして自分の野菜を買って いただくお客様が決まったら、お客様のニーズをよく知り、徹底してお客様のニーズに応えましょうと。お客さんの求めてる野菜を作ることが一番ですね。5番目、お客様が野菜を通して信者の関係を作ろうと。やっぱりお客様に応えていく、お客様が大事にする、でお客さんの欲しい野菜を作る。そうするとね、お客様も自分の野菜を率先して買っていただくっていうことになります。野菜を売るには戦略が大事です。作れば売れる時代は終わりました。計画的に野菜を作り、誰にどんな野菜をどこで売るか戦略を立てないと野菜は売れないのです。あなたのお客様は誰ですかと考えてください。これとっても重要なんです。あなたのお客様は主婦ですか、男性ですか、家族ですか、 OL ですか、考えてください。頭の中に入れてください。またどんな野菜を求められていますか、あなたの野菜を使ってどんな料理を作りたいですかを考えてみましょう。あなたのお客様が決まったら、想像できたら次に進みましょう。そのお客様はどこにいるか探しましょう。スーパーなのか、道の駅なのか、産直コーナーなのか、レストランなのか考えてみましょう。そして自分のお客さんを描いていくのです。お客様が見つかったら、そのお客様を徹底的に分析していきましょう。そしてどんな野菜を求めていますか、あなたの野菜を使ってどんな料理を作りたいですかを考えていきましょう。4番目、
自分のお客様が決まったら徹底してお客様のニーズに応えていきましょう。これは簡単なようで実は大事なことなのです。お客様の要望に応えるのです。お客様のわがままを聞いてあげるのです。要はあの女たらしのテクニックを使うのです。ただし最初はね、そしてそれを続けるのです。結果どうなると思いますか？もうお客様は金ちゃんの野菜でなきゃもう嫌ってことになるのです。完全に金ちゃんの虜になるんです。最後の仕上げ、僕と新宿、金ちゃんの巧みなテクニックによって知らぬ間に信者になったお客様、こうなるはもう金ちゃんからは離れられません。金ちゃんの野菜はみんな信者の口元に届くんです。このようにして金ちゃんの虜になったお客様のことを業界では信者客、固定客と呼んでいます。このお客様を増やす売り上げを上げ、金ちゃんを増やしていくことになるのです。信者客の僕の場合はおばさま、ありがとうございます。
ぱ若い主婦が主体、 B 店では年配の主婦が主体、 C 店では OL 男性が多いとかというふうにリストしてみましょう。そして尽くし続けると恋人の場合は結婚へと進みます。野菜の場合はお客様は自分の虜になっているのです。そうなればもう信者と言っても過言ではありません。金ちゃん尽くすってどうするの？ってよく聞かれます。お値段以上、お値段以上とはこれはニトリが使っている戦略です。野菜の販売にもこれを使いましょう。高級住宅街では高い商品を販売しましょう。ただし商品は必ず値段以上の商品価値のある商品を販売し続けるのです。